ここも安心できるもんねよしじゃあなよこ <laughs> <行>しだう <laughs> そ <laughs> だらあー で、今回の俺の剣士のテーマ、慎重です。準備をしすぎて、損をすることがない。そのバグが起きたときのみ、その、西ブからの労働を許すっていう形で、バグったなと思ったのも9分経つ前にパッと労働をするという。やらせていただきます。今回もドレス,スタート。必ずスタミジャパンはドレス,スタートを成功させようと思います。今はコメントを見たいもしよう。<laughs> やることがね、 前見た時は羊かなんか飼って不幸になったような気がしたんだけど。いつの話してんだお前お前いつの話をしているんだ最初にいた犬ってどこ行ったのお前いつの話してんだ何世代前だよ。それ配信時間にして20時間ぐらい前だし。俺はもう5人分ぐらいの優也で奴隷,奴隷してるぞ。優也5代目だよこれ。あ、来た。 んで、待って待って待って。落ち着けよ。落ち着けよ。まずは誘拐。これは来てるぞ。はい。こっちから行くとダメか。あええこいつ兵士に奴隷の装備着させたぞ。ああ 髪もそぎやがったバカすぎる何が起きてやがった何が起きてやがるんだこの世界お前なんかぐちゃぐちゃ喋ってっから、背助けよう。お前そんな屈辱を味わっていいのか行け走れ逃げていいぞお前逃げろ。 オーーネション100%コリネーション 100%, ーネーション100どっちも100%だねお疲れさまよーしよし抜けたあとは食糧問題と戦うだけだ2時間45分か上々じゃねえか感覚がまきってきたぜよし今までで一番能力いいマジで いや、お前奴隷だろいや、お前奴隷じゃねえのなんかパトロール中になってて、これ何これ大丈夫か俺が逃がした奴隷とかの可能性ないああ、頼むああ、よかったー 友好的な声であってほしいなそれか窃盗でもいいもはや。おお野菜料理がまず見える。野菜料理がまず見えるぞ。盗もう。ん盗む判定じゃなくないなんかフリーでご飯が食べれるんだけど。なんだここ。えなんだこれえ 何かえ俺こんな物資めっちゃ潤っちゃうけどお金ももらえんのこれユニークもし彼を読んでいるのであればリバースから命からがらに逃げてきたところであろうこの避難所には急速と回復のための食事家政を外す道具ベッドと簡単な服が用意されている今後の幸運を祈る通信もしあなたが取り捨てえの冒険家なら この場所から物を持ち合わさないこと。持ち見つけたなら地の果てまで追いかけて生きた川の音とととととと,と。あこ,これはやばい。ちょっと待ってや。これは返しとこう。すいませんでした。これ返しとこう。他はあ、それもあんのか食料だけは消えるから多分持ってっていいな、これ。 素晴らしいご飯手に入った。ありがてえ。よし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 。スタさんはドレアがりだから全部持ってっていいんだぞ。え？なんで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 ？なんでなんでねなんでなんでなんで？ちゃんと読んで。何を？ 俺、いや、だって冒険してるじゃん、俺。え、どういうことどういうこと言ってる意味がわからない。言ってる意味がなん <laughs> で、なんでこの文章で持っていっていいんんのなんでこれで持っていっていいになるんだ本当にいいのかだってさ、俺多分この人たちに会うときはちゃんとちゃんとした冒険家になってないか冒険家判定になってない。いや、だって、それもだってネタバレじゃん だってさ、待て待て待て、お前らはこのゲーム知ってるかもしんないよ。いや、俺はこのゲーム知らないから、奴隷から元奴隷になるんだったら、元奴隷から冒険家になるかもしんないでしょ。で、その冒険家の時にあったら盗まれた判定するかもしんなくね。どうあるよねその可能性あるよね日本語のネタ前なんでセーフです。な <laughs> んで、日本語で、なんで日本語でお前らと戦わないといけないんだよ。 この場所から物を持ち合わさないこと。もし見つけたら、地の果てまで追いかけて、生きたまま顔を剥いでやる。いや、これだったら俺が今後、冒険者になるかもしんないから、持ってかないっていう判断をするな間違いじゃなくないで、食料を取ったのは、その食料は食ってなくなるから。まだ、ね、俺、も俺まだ納得できない。まだ納得できないぞ。だから俺はここで装備を置いていく。誰か俺、革新的な一手を打ってくる俺に。革新的な打って ご飯食べて消えるから、セーフ理論なら、装備も冒険家になってから捨てれない。ご飯を食べて消えるセーフ理論なら、装備も冒険家になってから捨てれないお前めっちゃ頭いいのえぇ、ー、すげえすげえその一言で腑に落ちた俺の理論が崩れ去った確かにな でも今回はもうこれでいこう。今回はもうこれでいこう。もうこれが俺の、あの、選んだ選択だから。ダメだよ、でも。あれが俺の選択だから、コメントで、なんか、うわーって言われるのはいいけど、サブスクはしちゃダメ。俺に届く声で言わないで。それもネタバレになるから。確かに、俺の食べ物はオッケー理論だったら、冒険者になった途端に脱いだら、その今、元奴隷の時は安全を取れるもんな。やっぱ俺今後、ハーフって言っていこうかな。 自衛のために。ミスったな。配信のキャラ設定。配信者スタミジャパンのキャラクリをミスった俺は。俺がまたいつか転生する時が来たら、ハーフっていう設定にしよう。で、雨が降ってくる地域だ。うわ、すごいな。ちょっと待って、ここら辺すごいな。うわ、30人はいる。待って待って、しかもこっち来てね。 おうおおおおおう。いけ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 いここまでいっちゃえ、ここまで。うわーやべえおい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 、嘘だろ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 えこれ敵判定じゃないおい、敵判定じゃないぞ。素通りしてったか。なんかこいつらがいるから安全まであるな、もはや。 怖いって <laughs> って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 てこれ選択肢を間違えると殺されるフランナラジープえー ちょっと待って初見のロッチひで、ひでえよ、このゲームひどいよ応急処置キットたくさんあってよかったな、マジで。はマジか 戦闘とかをするわけでもなく選択肢を間違えたばっかりに巨大な勢力に踏みぶされたんだけど今の今までの死に方で一番理不尽だったなマジで極限に理不尽だったはぁうわぁ